又到年终大扫除的时候，日本三年前推出了一款厕所的清洁剂，看起来很像是果冻一样，只要贴在马桶上冲水，马桶就会清洁溜溜。不过因为造型太讨喜了，很多小朋友以为是可以吃的食物。轻轻一压，透明果冻状的清洁剂就贴在马桶上，只要冲水就能让马桶清洁溜溜。每周只要一次，更能保持厕所芬芳，深受许多消费者青睐。但这款清洁剂因为造型太卡哇伊，让小朋友误以为是好吃的果冻，误食中毒意外频传，引发各界关注。手で掴んで立って顔を覗けば手が届くちょうどいい位置ぐらいにつけるようになっているので、便器の中に顔と手を突っ込んで触ってペロンと舐めてしまったという状況です。根据日本毒物中心统计，光去年就发生214起小朋友误食的案件。キラキラしてて可愛い形をしていて、上の子も下の子もこれはなんや、触ってもいいかという感じで、いつか触る隙を狙ってたんかなと思います。不少正在学走路的孩子，趁家长一个不注意，溜进厕所捡拾清洁剂放进嘴里，结果引发呕吐、拉肚子等中毒症状，吓坏父母亲。子供さんの成長というのは非常に早いですから、油断せずにですね。除了这款清洁剂，另一款花朵形状的室内芬芳剂也屡屡传出误食的意外。专家建议，家长使用这些清洁用品后，务必紧锁大门和马桶盖，不要让小朋友有碰触的机会。若小朋友真的误食，也得让他们尽速喝水和牛奶，并且赶紧送医，才能避免意外发生。记者魏仁君综合报道。